お疲れ様です。ラットです。というわけで今回もクラッシュライブやっていくんですけど、今日はですね、こちらゴレスキャラを使っていきたいなと思います。で、まあ、こちらなんですけど、またね、12章よく僕が見てるやつですね。ロイヤルアピっていうサイトで、こう、誰がどんなデッキで12章したかとか、こう、勝率とかがわかるサイトがあるんですけど、まあ、それでね、12章されていましたっていうわけで、使っていきたいなと思います。で、ですね、これゴレウィズの、スケラなんですけど、なんかペッカウィザードのスケラとかでも12勝いたりとか、ウィザードがね、若干増えてる、ハテナ、ハテナ、ハテナっていう感じですね。だからまあ、ラバとエリゴレがいるんで、まあ間違いなくそこには強いっていうのがあるんですけど、まあウィザード最近全然使われてる印象なかったんで、なんかレアな感じがしています。で、まあゴレスケラの方がまあレアだと思うんですけど、で、ゴレスキャラですね、僕、実はですね、こう、まあ、今は結構最多トロフィー7000何本とかあるんですけど、僕がトロ5000いってないな、4200、300だったかな、多分、ぐらいの時に、一時期ゴレスキャラを使ってる時代がありましたね、僕にも。これはね、マジです。全然作り話とかじゃなくて、本当にゴレスキャラで、マルチ頑張ってた時がありました。まあ、なんですかね。なんか多分、僕はずっと多分ラバーバレルとかジャイスパバレルとかを使ってたんですけど、なんかの大会で千人大会っていうのがね、よくあったんですよね、昔は。その時にゴレスキャラで優勝してる人がいて、うわ、すごって思って多分パクったんですよね。で、そっからちょっとゴレスキャラを使ってた時代が、ゴレスキャラ大砲アーチャーメガゴぐらいまで覚えてますね。っていう、まあ時代が、まああったんですよね、僕にも。ちょっとなんでこう、ゴレスキャラをいざ使うと、懐かしいですね。よいしょ。もうゴレにスキャラ打って、もうタワー折れた、みたいな。はい、まあそういったデッキになっています。ここのウィザード追加はね、今結構うまくいったんじゃないでしょうか。まあスケートナッシュに何か対応してくる、であろうという考えによって。さで、相手、ボムタワーだったんで、ミニペッカの受けがきついですね。なんで、ミニペッカカード回しつつ、適当に飛ばして、これもカード回しで飛ばして、よいしょ。これもゴレ出しちゃっていいんじゃね？どうせスケラーが来るでしょ。うん。で、ワンチャンポイズン来るんで、来なかったら一応3号ぐらい出して、気合で守れる説はありますね。オッケー。ワンチャン？耐える。耐えないか。まあ、耐えなくても、まあ、いやー、よくねえですね。耐えてほしかった。まあでも、ここはここで、よいしょ。さあ、ミニペッカで延命しつつ、こういうとこ大事っすね。で、スケートなし打っていく。で、このミニペンの受けがもう相手はきついんですよね。さあ、棒ポエ貼られたらダメージ入んないんですけど、まあ、ここは、ミニペンに対してまたなんかコスト割くんじゃない？アド取れそうなので、また後ろからね、ゴレ展開していきます。アドですね。しかもミニペッカが暴れてますと。よいしょ。さあ、またこれは光栄つけていきつつ、相手はこのね、光栄のウィザードとかにやっぱポイズンしたいんですけど、撃っちゃうと、こう、スケラをね、なかなか防衛できなくなってしまいますよ、と言ったところで裂いてきましたね。いきます！さあ、このスケラをね、抑えるのがなかなかむずいと思うんですよね。で、ボムタワーだけ突破しちまえば、このゴレ爆破が、入る。入ってないけど、惜しいですね。で、もう、11になってしまえば、正直、スケラの守る方法なんていくらでもあるんで、三角がね、スケラに対してはすごい優秀ですね。よいしょ、これだってポイズン打たないと絶対ダメージ入んないんですね、三角って。三角と縦の戦士、アーチャーのあの3コスユニットが、スケラに対してのまあメタカードですね、言ったら。よいしょ。これ、一回後ろから落ち着いて、ゴレ展開して、真ん中ナイトスケラかベビースケラが相手としたら、まあ、する、それしか多分ない説があるんですけど。若干警戒しつつ、はいはいはい、これも、あー待って、やべえ、やった、これ外した、これちょっとあれですね、恥ずかしいながらボームタワーに外しちゃいましたね。よいしょ、ここウィザード出して、ここのベビー突破できれば多分ね強い。デスケラ打ってあげて、でミニピッカーがね、相手は受けがないとできついと思いますんで、ミニピッカー積極的に出しつつ、よいしょ、おはようも打ちつつ、いやー一発、まあまあまあ。で、これ、まあ一応防衛するでしょ？よいしょ、三角とりあえず出しとけばなんとかなる。で、防ポイ絶対、攻めポイ相手はないとダメージ入らない感じですね。
まあ、スケラ打っちゃえばいいみたいなとこありますね。僕もスケラ打てば確実にチクチクダメージがありますんで、からの5ザップで削っていくよ。よいしょ。さあミニペックが、あ、これあれっすね。あ、真ん中ウィザードで勝てると思ったんですけど、ミニペが殴りましたね。まあこれはね、どうなんだろうね。5ザップっていうスペルなんで、アイスウィザードは処理できるんですけど、ミニペッカがやっぱこう処理しきれ、あ、ミニペックでボムタワーをね、壊しきれないっていうので、相性はそんないいものではないと思ったんですけど、まあスケラがやっぱ入りましたね。初期編殺しっていうのもでかいと思います。というわけで、ゴレ展開したいですね。ちょっと昨日かな、でもこの動画があって、昨日の焼き鳥の動画を見ました、皆さん。僕普段、まあ、YouTube は、まあ、そこそこ、昔よりは全然見るようになって、クラロワ YouTuber の動画は、まあ、まず見ないんですよね、正直。なんか正直見ないんですけど、こう、久しぶりになんか、ちょっと見てみようかなっていうか、なんかちょっと、なんかクリスマスなんちゃらみたいな動画出してたんで、焼き鳥が。その焼き鳥の動画を見てみたんですね。リア充ぶっ潰すみたいな。なんで、こう、見てみたら、なんかすごいことしてましたよ、あの人。すごいことしてた。なんか、この開幕相手に、このキススタンプとハテナスタンプ送って、相手のスタンプの反応で、こいつリア充だな、リア充じゃねえな、みたいな。判断して、こいつリア充、リア充だわ、ボコボコにする、みたいな。なんかね、なんか意味わかんないことしてました。でもね、結構面白かったね、マジで。なんで、ちょっと、見てみてほしい。いや、僕結構好きでしたね、なんか。なんかよくわかんないことしてた。いや、でもめっちゃ面白かった。なんで、ちょっとね。なんか相手が、相手の反応で、相手が泣いてたら、あ、こいつ、ね、仲間なんだな、みたいな。だけど相手がめっちゃキスとかしてきたら、あ、こいつ敵だ、判断して。で、判断したら、この火をつけて、ボンバーで、の爆弾で爆破させて潰す、みたいな。うわ、こいつやべえやつだな、と思いながら僕は見てましたね。火をつけて、爆弾で燃やして、ハンマーで叩き潰す、みたいな。ハンマーがないんですけど。みたいなね、ちょっとヤクザみたいなことしてましたね。よいしょ。というわけで、相手はペッカですね。まあ、ゴレでペッカはもちろんきついんですけど、まあ、言うて正直そこまできついわけでもないし、正直スケラなんで、このデッキは。まあ、関係ないですね、もう。本当に。よいしょ、これスケラが入りますし、こっからのミニペッカ追加がきついんじゃない？これ三角も生きてるし。これはね、なかなか止められませんよ、相手。よいしょ、もう追加追加ですね。あはー、ミニペッカが、ヤンキーヤクザっすね、ヤクザ。みかんさんがいつも言ってる。ヤクザって。ヤクザ。なんかね、こいつ、ヤクザじゃねえって。まあ、そうっすね。ヤクザ。ヤクザっすか。よいしょ。じゃ映りますね。やっぱこう、いろんな YouTuber が、なんか言ってるやつは、本当に。マジで、この前も言ったけど、完璧のペキちゃん。はねはねさんのね、とか、あとなんだろうね。なんかいろいろ、こうみんなが言う口癖みたいなのやっぱ映っちゃいますよね。多分僕結構言われるのが、ライクさんの動画か思ったとか、なんかよく言われるんですよね。意外と動画越しだと声が似てる説があるのと、結構一緒にいる率高いんですよね、ライクさんと。なんでやっぱ口癖というか、なんか口調がこうお互いに似てきてる説は、まあ、ありますよね、全然っていうのが。まあ、ありますね。まあ、他、誰がどんなこと言うとか正直わかんないんですけど。これ、ウィザードでワンパンじゃね、正直。2パンか。2パンならスケアミでギリ耐える。あぶねえ。で、これ相手、高回転のウォールブレイカーのボムタワーなんで、スケラを防衛するのはバルキリーとマジアチャとコウモリなんで、まあ、コウモリは正直ザップで飛ばせるのと、まあ、キングラマジアチャはだるいですけど、まあ、言うて、こう、後半になって形を組んで、ファイブザップ決めれれば、正直勝てると思うんですよ、これ。なんで、ここの前半のダメージさえ抑えて後半につなげることができれば、もう僕の勝ちは決まったようなもんですね。これミニペック出しちゃおうかな。どうせバルキリーとかでしょ。はいはい。まあ来て、もうウォールブレイカー単体か、まあなんか、これ5打っちゃって、
で、バルキリー来たら、そっちサイドにウィザードでいいかな。スケ。うん。これはね、いや、許容していいけど嫌だ。止めます。相手の今のウォールブレイクはうまいですね。で、これに対してザップ使ったんで、コウモリディガーとかすごいあり得るですけど、まあまあまあ、来たら来たで。まあ逆サイ来ましたね。で、相手のスペルがまだ出てない、ウッドかザップか矢の雨か雪玉みたいなとこあるんですけど、いや、このマジアチはね、正直ちょっとめんどくさいですけど、無視したいところであるけど、ワンチャン繋げてこられても困ったので、さあ、ゴール展開いきまーす。こう逆サイ来てもスケアミあるし、オッケー、バルキリー咲いたんで、来ても単体。カディが、オッケーオッケー。これもザップだけでいいでしょ？おしおしおし。おしおしおし。もう勝った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 。これだって俺が絶対スケラ持ってるの、この知らないもん。はい、スケアミ、スケアミ。おいしい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 。来ましたね。だってこれでスケラ打って、あ、スケラの位置ごめん、下手ずれた。これだってマジアチェレコ5打って、よいしょ。で、コウモリにザップ打てば、もう相手ない、ない。パーン！はい、お疲れ様でした。え？これ、環境に強い説がね、真面目にあるんですよね。ラバ引いても結構勝てると思いますし。やべ、生きた、生きた。ちょっと待って、止まれ。お前ら止まれ。やべ、ちょっと待って、危ねえ。勝ちましたね。というわけで、もうザップ圏内なんで。ザップ圏内だけど5で終わらせていきます。グッドゲーム！いや、真面目にね、これ結構ありますね。結構強い説が。まあ、わかんないですけど。はい、というわけで、ちょっとね、最近いろんなクロロ YouTuber 見てるんですけど、はねはねさんと焼き鳥ぐらいしか見てないけど、言うて。あ、みかんさんのヘリウムガスも見ましたね。コタがとライキさんが、ライキさんはまだか、まだ上がってないか。Twitter で見たか、ぐらいですね。はい、というわけで、まあ、とりあえずよければこれ使ってください。で、焼き鳥の変な動画はちょっと面白かったんで、よければそちらをね、見に行ってください。というわけで、終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。